じゃあさ、これからちょっと一周下見っていうことなんですけれども。そうだね。いつもどんなことを下見で見られたりするんですか？いや、コースはどこまで使えるかっていうところだよね。はいはい。例えばその、なんていうんですかね、例えば跳ねるポイントとか、あとちょっと昨日雨降ってたじゃないですか、うん、まあ、そういうところは例えば路面とかも結構いろんな濡れてる濡れてないとか見たりとか。いや、下見はまずそのどこまでイン側アウト側使えるかを見とかないと、はい、やっぱこう一般道だと砂だとか葉っぱだとか苔だとか、はい、そういうのをまず下見して、このコーナーはどこからどこまで使えるっていうその幅を見ないとね、はい、あとはアウトインアウト使えるかどうかとか、はい、そういうのを見るよね。ちなみに土屋さんはその分散だとどれぐらいのその最初の下見だとマージン的に何パーセントぐらいでいくんですか？いや、60-70だろうな、最初は。60-70% ですか、うん、なるほど。その 60-70% をすいません、体験させていただきます、うん、よろしくお願いします。はい、はい、水槽ですか？
回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。